あすこさんね、コメディ映画によくナチュラルお騒がせキャラでございます。そう、一番ゆっくりできる場所でリラックスしてみましょう。執着を手放し、これが日本版になったのが2010年ぐらいかな、うん、で日本語としてあるんですね、これ。へえ、19年かな、仕事やトラブル、コロナ始まる前です、うん、それコロナの時にめっちゃこれを読んでて、最初もうわけわからないんですよね、ずっと読んでて、で結局子供の番組チュチュルー、周りの人たち